ガーシーがなんかやっぱアウティングの問題結構問題化してるんですかね。NHK の立花さんのところにも苦情が行ってるってことですね。NHK 党参議院議員の暴露系 YouTuber ガーシーが白い目が向けられてるだそうです。男性俳優 A と男性タレント B の熱愛情報暴露。当人に確認した形跡がないのに、その周辺の世界、まあ2丁目、新宿2丁目界隈ってことですね。で、有名な話として、2人の実名を挙げて公表した。坂口健太郎さんとマットっていうね、この2人が肉体関係があるっていうね、そういう下世話な、本当に、ね、そういうプライベートなね、ことを何の根拠もなく喋ったっていう。ガーシー氏は YouTube 開始当初からいくつかの芸能プロダクションを暴露のターゲットにしてきました。その流れでアウティングをしたのであれば、国会議員としてあるまじき行為です。一番のもんで、やっぱ国会議員がそれを言うかって話ですよね。国民の代表なのにね。アウティングとは本人の性のあり方、同意なく第三者に暴露される行為と、性的指向をね、自分が同意なく人に言われるってことね。2015年に起こった一橋アウティング事件の犠牲者も出た。もうこれでね、自殺したって方がいらっしゃるんです。民事訴訟になったんですよね。遺族とね、大学で。東京高裁は、の判決でアウティングに対して、人格権ないしプライバシー権など著しく侵害するものであり、許されない行為であることは明らかと。違法性に言及したと。で、SNS 上では、セクシャリティの部分を暴露して改めてガーシー嫌いになったわ。他人のセクシャリティを暴露するのが議員の仕事なのと、ガーシーへの厳しい意見が並んでいると。そんな世間の行為に敏感に反応したのが NHK の立花さん。一部メディアではガーシー議員がアウティングについて質問状を NHK 党に、送ったところ、記事の公開される前に立花さんが自分の YouTube で回答した。また A さんや B さん、その他の関係者から NHK 党に対してクレームが申しあれば、ガーシー氏の処分などは真摯に対応することを話している。 A さんってのは、まあ、要は坂口さんだからあれですよね。坂口さんの事務所とか、綾野剛さんの事務所ってことですね。とか、マットの事務所ってことですか。だから、性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人、フィア、代理人である松岡さんは、ツイッターで、国会議員の立場で自らの利益のためにアイティングに該当し得るような他人のプライバシー侵害を率先して行うことは極めて悪質な問題とガーシー氏を断罪したと。で、NHK 党に対しても、民事では問題だから本人から申し出があれば対応するけど、特にアウティングを規制する法律がないから行為は咎めないというが露骨な態度だと思ったと。もし自民党や立憲民主党などの議員が同じような発言を公の場で行ったなら間違いなく大問題になるでしょう。ですが、小政党だからか、それともガーシー氏の逆暴露されるのが怖いからか、政治家から問題視する声が上がってこない。まあ、どこするべきですけどね。日本の政治家はアウティングしても何も処分されないとしたら、国際的に日本の国会議員の意識の低さが問題視されても仕方ないでしょうね。これが難しい話ですよね。普通の人ではないんですよ。普通の国会議員ではないんですよ。ガーシーだからね。だからそもそもガーシーが国会議員になることがおかしいわけですよ。それを仕立て上げたのは立花さんだから、立花さんの責任はものすごく僕は大きいと思いますけどね。だって面白がって投票したわけでしょ？投票したやつってのは。ガーシー、ほんとね、もうね、あの日を忘れないですよ。参議院のね、投票日にガーシーがね、合格したって、もうこれで日本終わったなと思いましたもんだ。自らダークヒーローなのガーシー氏が、注目を浴びるためのアウティングは議員としても人としてもあんまりにも無責任すぎるのではないだろうか。まあまあ、そもそも人としても良くないのか。これが日本のその国民代表です。国会議員になって、その上でアウティングっていう行為でしょ。その前にやったのは何だっけ、キス動画でしたね。東海オンエアの徹夜のね。ああいうのもひどい話じゃないですか。もう数年前に、まあ、どっかから送られてきたんですよね。で、ガーシーの場合、今、ドバイにいるから、事実確認はもう確認してないですよね、絶対ね。なんか、どっかから送られてくる噂話を言ってんですよね。しかも、それが国会議員っていう公の、ね、立場にいながらですよ。それが問題だって話なんですよね。
で、また今47都道府県とかやってるでしょ？もう下世話な話をね、もうプライベートな話をね、誰々が風俗行ったとかね、どうでもいい話をね、するわけですよ。それでね、国民のね、税金からね、僕らの税金からね、こいつに金が渡ってるっていうと、それが腹立たしくてしょうがないわけですよ。国民の税金をなんでこのドバイにいて、誰々がやったとか、誰々と誰々が男同士でできてるとか、やったとか。まあそんな話をね、ドバイからね、好き勝手に喋らせるのにね、お金渡してるってどういうことなのって思いますけどね、そのまま選挙制度っていうのは、もう何とかした方がいいと思いますよ、本当に。もう腹立たしくてしょうがない。んな感じです。